この激励会は社会人としての心構えやマナーを学んでもらおうと大分商工会議所が毎年行っていて、今日は県内の19事業所から48人が出席しました。会では商工会議所の代表者が激励の言葉を送った後、出席者を代表して大分バスに入社する高倉佳奈さんが、これからは企業の一員としての自覚を持ち前向きに取り組んでいきたいと意気込みを語りました。常に前向きな姿勢で物事に取り組んでいきたいと思います。楽しみが一番強いです。責任感のある立派な社会人になっていきたいです。会社の人たちみたいに一人でもできるような仕事を頑張りたい。出席者は来月から始まる社会人生活に向けて気持ちを新たにしていました。